このスタートを向上することによってタイムがアップするのは間違いございません。ストロークしている右手左手、この交互の動きが遅くなったり弱くなったりしてスピードを殺すともったいないので、 A 法の A 力は一緒であってもターン技術によってはタイムアップがかなりかかります。スピードがですね、自分で出せるスピードより速いスピードを出せてこそ意味がある練習ですから。今度使用するのはよく水泳で使います手につけるパドルと足につける足ひれ、泳ぐ泳者を引っ張って自分で出せる速度より速いスピードですね。多くの選手が速いターンをしようと思った時には手は下から後方へ持ち上げるようにジャンプをしてみてください。